かしてダイレクト石川のクロス、セカンドボール小島胸コントロール、少し横に運んで柴山ボックス内入れてきたチャンス、流してダイレクトシュート、茂木の右足、早くもゲームを動かしました。今季ホーム戦前全勝大宮先生、コーナーキックからの展開、ボックス内細かくつないで最後は茂木、右足低く押さえたいいシュートでした。いや、ここから見事な攻撃でしたよね。まあ、これ小島選手が起点になってここまでつなぎましたよね、はい、ここのパスも良かったですし、まあ、中にコントロールして縦に当ててそこからまた外を使ったことで、そうですね、ここで最後茂木選手フリーになりましたよね、はい、今シーズンの見事なゴールでしたね、まあ、チームのオープニングゴール